ちょっと一日みんなでまったりしようよっつってさ、サークルメイト行きましょう。あのアモピプラス瀬戸で朝からパチンコを打った挙句に、あの温泉で一息つくっていうあれをやったんだけど、黄色赤青貝をやったんだけど、ああ半年さん貨物脇で、うん、あの初手俺と覚えゲー入った後にどっか行ってるんだけど、上から結構人来てるからワンチャン下の方かな。上には来てないですね。富士宮に白が出せると思います、うん、まあアルゲンも無理かな、うん、停電僕が直してる、うん、停電になったタイミング的に富士宮支店俺も無理そうじゃない。まあかなり厳しい、貨物下側ぐらいでしか切れないかな、金庫とかしか。アルフ次元全部無理だと思うけどね、最後一応ハイレマン前で3人合致してるし、うん、てか佐藤さん湧いてたんだ。まあ一旦貨物下方向で後湧きだったんだよね、うん、もうマジどこ行った？僕シャワーっす、アーカイブからシャワー。いやまあそうなんだろうけど、シャワーのヘッドまでやってシャッに今出てきました。あーヘッドかハイブリアーカイブ脇で全員に残されてね、剣士、オマオジ、富士宮に残されて最後浮いてるから、一応アーカイブ弁当だけ俺は可能。いやでもね、どうなんだろうな、覚え系だけ覚えた後にまだクールは開けてないと思うから、普通に下の方行ってるんじゃないかなと思うけどな。コックピットダウンロードです、浮いてます。キッチン脇です、エンジン単脇、最後ヌーン乗ってます。宿舎で止まってる計算は見ました。俺はシャワー室の弁当付近のタオルを回収して終わってて、おまおじを見てるのは、まあ、うん、まあ見なくても成立するっちゃしそうではある。僕も高橋さんのこと見てないんで、エレキ方面行った人っていないですか？まあネロちゃん浮きで高尾間ぶりがまあ弁当使えるって感じかな。ガミさんはリフト移動あっても無理そう。エレキに行ける人物は高尾間になる。ちなみに徒歩だったら、ハイブリさんはアーカイブに俺とオマージュが置いてシャワーに入ってるから、うん、でそう最速で俺は下ってるから、俺は別にとこは、うん、高尾間徒歩エレキがあるか。弁当周りないと思うけどな、エレキもあるって感じだ。いやそう俺もそう思うんだよ、ね、貨物脇でした予想だから。なるほど。いや上はね絶対にないから、いや上はない、うんうん、停滞か、まあ、エレキ方面、まあ、バイタルエレキ方面、まあ、メインさんもかなり難しいでいいかな。上から来てるのが藤宮くんとアルマくんでいいの？いや僕は貨物脇です。僕から否定しますよ。藤宮がアーカイブ脇で右行ってる、うんうん、そうだね、うん、まあ、じゃあアルフ次元がハイデマでガッチ、そこが2インポスターぐらいしかないよね。そこは上は、いや、それもね、ないないない、はい、アルフ次元が3人いるからないです。あ、ゲンさんもいるし、メイヤさんもゲンさんもいるんだ。ハイデマもいる、うん、ゲン貨物脇です。あ、メイヤさんもいるんだ。俺もいる。ハイデマ前まで行ってないけど、うん、まあ近くに、どうなんだろう。シンプルに俺目線は弁当、でも弁当微妙いいよな。弁当微妙くない？時間的にどう？弁当ガチで微妙くない？エロちゃんは武器庫方面行ったな。あー、おまおじ死ぬんだ。あ、おまおじ死ぬの？おまおじ死ぬのでかいな。おまじ、あのエレキにいたよ、エレキに。まあ一応シェリフ使用して、今日高田さんが白出ないな、高田さんと誰かのローラーで。俺は最後メインホールの暗室の中にいて、ヌーンの音だけ聞こえてて、オマージュエレキに置いてってる。うんうん、ヌーンかもってブリゲンのどっちか。ゲンです、ゲンです。はい。ハイブリは停電、昇降機右で直してます。じゃあヌーン乗った人は絶対綺麗な俺の視点ね。ブリゲン僕から白で、ホンタスケやってて昇降機右から2人とも出てきてないから、この2人白で。ボジさんってエレキで何やってたとかあります？ぐるぐるのところに俺が置いてってる。勝ちタスクまで、どっから入ったか知らないけど、勝ちタスク俺が入るときに出ていって、俺が勝ちタスクやって、ぐるぐるやってるオマージュ置いて、俺がメインに上がってるから。で、暗室入って終わり。うん、違う。ゴミ抜き。どっちだっけ、女性やったんだっけ。じゃあ、配線やって、暗室。配線やって暗室で、暗室の中からヌーンの音が聞こえて終わってる。これ、計算室の方に来てたんだったら、僕が多分容疑者。
で計算して僕をアーカイブに置いてってるから白欲しいですよ。うん、あのおまおじさんが抜けれない、よっぽどなんか神がかって抜けない限りはアーカイブには流れてない。まで一旦、ガミが停電入った瞬間ぐらいにシャワーのカンカンを終えて、でアーカイブシャワー間のドア開くのを見つつ、シャワーメインエレキの勝ちまで今一直線に行ってるので、おじさんメイン側には来てないと思うんですよ。ネロちゃん視点俺にこのターン白出るよね。うんうん、コックピットです。コックピットに俺が入ってってネロちゃんが出てったけど、ネロちゃんはエンジンホームじゃなくて武器庫側行ってるから、例えばエレキから石油キッチンとか行ってる場合は切れるぐらいかな。ガミさんそのキルだったら、展望デッキのドア開けて行ってるからドア見てもらえれば、はい、ゲンさんってガミさんそのキルなら計算無理だと思う。ごめん、ゲンさんってヌーン乗るとき俺がはしご上がっていくのは見えてる？いや見えてないです。あ、オッケー。いや、もし見えて、見えてないから、もう見えてたら弁当すらも否定できるかなと。あの、ガチャガチャやってない場合はほぼメインに上がるんじゃないかなと思ってるけどな。ね、サボ直したのがハイブリッドさんだっけ？直した。わかんないけど。本当ね、降りてから3秒ルールがあるからすぐに上がれてないので、一応最後に弁当で飛んで切るは俺は否定ができないから。基本的に、あ、いい。メインに行ける人が俺の対抗でいいかなと思ってる。僕コミサボ行くんで、他みんな。じゃね、多分でバイタル側から入ってる、ね、サボお願いしますエレキに。だからメイン側に上がると思うんだよな、多分。あのガチャガチャやんない場合はね。そのままだってエレキ側に流、エレキからバイタル側に戻るは多分ないから。石油側？石油もワンチャンあるね。まあでもなんか基本メインまだターンが短いからメイン側にタスク行くんじゃないかな。そんなことないだろ。おーい、なんで！おかしいて、スーパーニューロールズ。スーパーニューロールズおかしいて。はい、計算を執行しました。あら、僕シリフシーをしてましたよ。そっか、シリフシーをして高田さんと誰か釣りますって言ってますからね。うんうん、で高田さんマットでメイヤーさん持ってってるから。あ、高田さんマットようピンポイント切れましたね。いや、明らかにボタン押さずにウロウロしてたんで。高田さんマットだと初手キル誰ができる？できるがハイブリさんかネロちゃんかな。このガミさんはリフト乗ってるっぽいしから、まあほぼ無理かな。あ、そうね、初手キルが余ってるのかこれ。ブリネロ釣ります。待って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 、計算って初手キルなんだっけ？いや、ボタン。ボタン。ああ、ボタン。ちょっと待って、ちょっと待って。初手キルってこれ、剣士村沖でってことよね。いや、マットです。いや、マットですね。ああ、マットが。あ、じゃあ、ケイ君が。メイヤーさん持ってってる。ケイ、ごめんなさい。ケイさんはインポスター。うん。ケイ君って初手キルできたっけ？できない、ボタン、ボタン。だから、ブリネロしかも。あ、じゃあ、オッケーオッケー。飲む飲む飲む。このターンはキル起きてないよね、計算以外で。はい、どうしたの？飲めるしかなくね。だってあと1インポスターしかいないよ。だって初手キル、初手キルが、あ、間違ってる。剣士だと落ちて。俺みたいなのハイブリさんしかいないから、ハイブリさんが飲むって言ってる時点で、ちょっと待って、ちょっと待って。1キル、2キルとも剣士で、あ、違う、高田さん待っとす。ちょっと待って、あ、そう、メイヤーさん持ってってるから。高田さん釣ってメイヤーさん持ってきの計算を藤宮が発表。そっか、じゃあ K 君が2キル目の可能性はあるけど、1キル目でやったらいいんやもんね。で、3、2キル目もね、結構むずいと思うんだよ。で、ガミ、フジ、アルまで白取ってるでしょ、うん、ガミ、フジ、アルなんてない、フジ、アル、ゲンが白取ってて初できる。で、ガミさんがリフト。ああ、証拠からか。証拠右から左に誰かヌーン乗った人いれば。あ、ゲンさんが乗ってるから、右にあった、あった。だから飲めるわ、やっぱり。あったわ。ごめん、ごめん。アルブリゲンが次のターン、見てるわ。見てる、見てる。右で。まあ、ネロちゃん釣りで、じゃあ、今日は。はい、お疲れ様でした。おかしいだろ、マジで。あったわ、これ。言うの忘れてた。どんだけ持ってかれてんねん、これ。なんか、何回も剣士をインポスターと間違えてんのよ。あれだな。ものすごい恥ずかしい。逆に白い。ナイス。いや、よう打ったな。
初手ボタン押したからボタンないよって騒いでたら切られてる。確かに。キル狙ってるインポスターが。そういうアピールだった。待ってる場所が悪かった。